こんにちは、ゆきまるチャンネルです。ゆきまるです。持ってるね。おまいがー。今日はですね、以前コメントにもあったんですけど、オウムさんを迎え入れるにあたって必要な心構えというテーマで、ちょっとママさんに語っていただこうかなと思っておりまして、実は台本を作ろうと思ったんですけど、ちょっとなかなかね、時間が取れないので、もうぶっつけ本番でそのまま話していただこうかなと思っております。私が話すんですか？そうです。オウムさんを迎え入れるにあたってなんか必要な心構えっていうテーマをね、ママさんでちょっとなんかどんなものがあるかなって考えていただければいいなと思うんですけど。そうですね、最近コメントを見てすごく感じたというか思ったことがあって、はい、自分の健康管理かなと。このオウムさんはすごく長生きするので、はい、あと飼い主さんももう必然と長生きしなきゃいけないんです、はい、飼ったからには、はい、なので今まで結構なんていうんですか、気にしてなかったんですけど、はい、食べたいもの食べて飲みたいもの飲んでだったんですが、はい、それではまずいのかなと思い始めました、はい、なので健康管理、健康管理はもう長生きするから、うん、まあね、面倒見れなくなったらね、大変だから。ただね、ちょっと、オウムさんはすごい長生きする、うん、4、50年ね、うん、そこが一番ですよね、うん。じゃあ次何かございますか？あとやっぱり、一般的に雄たけびが、はい、結構発情期とか、はい、もう特に結構 きついらしいんですよね。うん、やっぱそういうの考えると、ご近所に迷惑にならないように、うん、対策を練るしかないじゃないですか。そうですね、買うにあたって。うちはね、防音ケージを導入したんですけど、まあ、雪丸くんはそんなにね、雄たけびをあげない子なので、まあ、あんまり必要ないかなっていうレベルではあるんですよね、うん、まあでもあった方がいいですよね。間違いないですよね。雄たけびあげないって言ってもね、全く叫ばないってわけではないので、うん、朝に起こしてくるからね、うん、とか言ってね、そういう声が周りに漏れてた時にちょっと大変かなとは思うけどね。あとですね、はい、こんなにオウムっていうのは甘えん坊なんだなっていうのを飼って知りました。で、背中をね、こうやって撫でるっていうのも、うん、鳥さんってあんまり、そうだね、苦手な子が多いよ、ね、っていうじゃないですか。で、今までの歴代の子もみんな背中触らせてくれなかったんで、はい、ちょっとすごい新鮮だったんですけど、はい、カマチョが多いのかなと。まあそれだけに愛情をちゃんとね、持って接してあげないとダメだって思う部分はあるよ、うん、ある程度構える人、うんうんうん、じゃないと、うん、どうなんだろう。まあちょっと厳しい面はあるかもしれないね、うん、時間が取れないとかね、うん、僕らもその時間が前は取れなかったんですけど、その時でもね、全然寝る時は必ず接してたし、休みの日は必ずね、包丁できるだけしてたので、まあそういった意味でちょっと寂しい思いはさせたかもしれないけど、もう今は現状こんな感じに甘っ子なので、うん、まあそこはいいかなと思います。最初の頃に比べればだいぶ構ってあげられてるんじゃないかな。あと包丁時間も本当に長いし自由だよね。そうだね。で、あと前の動画でも お話ししたんですが、まあそれは夢の話なんですが、もう一羽いたらどうなったのみたいな、はいはい、感情的な問題ですが、はい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 、はい、あるね、うん、そのなんか池丸くんはなんか今はね、こうやって愛情を注がれてるけど、多頭飼いになったらちょっと違うかもしれないね。うん、わかんないね。まあ将来的にどうしても可愛いって思う人はもう一羽欲しいって思う方もいるかもしれないんですけど、うん、どうだろうね。うん、雪丸くん的には多分あれじゃない、嫉妬で今でもわがままなの。あとオウムさんだけいるんだったらいいんですけど、他の例えば猫ちゃんとかね、
子犬さんとか飼っている方は、まあ、その辺も考慮した方がいいですよね。まあ、それはね、大犬さんに限らずどのペットも一緒かもしれない。あと心構えの一つとして、手のかかる子もいるし手のかからない子もいる、手のわかんないっていうところで、あ、子供と一緒ですよ。うん、池丸くんはたまたま手がかからなかったけど、ずっとこうおたけであげる子も中にいるわけで、そういう意味では大変だよね。だってさ、ちょっといたずらするぐらいじゃん。そうね、雪丸くんがちょっとあれだなって思うところ。でもそれも破壊衝動にね、抑えきれない部分があるから。かといっておもちゃもね、あれだし。あと心構えもう一つあったの。意外とビビり。結構ビビらない。新しいものを見るとやっぱり怖いんですよね。特に色がちょっと濃いものとか、黒とか苦手だよ。赤も苦手。あ、そう。最初はね。あ、茶色も苦手だし、ね。うん、白は平気なんだよね。そう、白は、ね、全然問題ないんだよ。そう。だからそういうなんかちょっと怖がり屋さんだから最初はね。こっちはそういうつもりでほら与えてるわけじゃないんだけど。そうそう。そういうことがあるよね、パパね。結構ある。うん。だから知らないとこですごいびっくりしてるとかね。そう。だからね、日常生活でちょっと気をつけなきゃいけないよね。あ、うん、これ見せたらびっくりしちゃうなとか。うん。もう一つの心構えとしては、やっぱり物を壊す。うん、もうこれは習性だからしょうがないんですけど、うん、ちょっと目を離した隙にいろんなところをやっぱかじるので、よく見といた方がいいですよ。確かに。あと誤飲ね。誤飲ね。もう怖いと思う。よくこのオウムさんっていうのはネジとかこの硬いものがもう得意なので、そういうのもねちょっと気をつけないとね。確かに。誤飲に関しては結構気をつけてるつもりだけどね。ほんと目を離した隙にこうふっとね食べてそのまま飲み込んでしまうことがあるから。それで消化管がね流れてくれればいいけど、池丸くんは結構胃が強いからそのままゴリゴリってやっちゃうと思うんだけど、消化管がうまく流れないとどんどん多分体重減ってご飯も食べれない状態になるわけです。その辺はね気をつけてるんだよね。まあ、でもよく見てるんだけど、好き嫌いがはっきりしてて食べ物とかももう嫌だと思うともう口からペッ出すでしょ。てかもう受け付けないよね。うん、やっぱ怒ってるのかなっても思うんだけど、まあ、そこはね、油断しちゃいけないからね。確かにそうだと思ったら飲み込むこともあるしね。うん、まあでもそんなところですか。そうですね。うん、まあ、心構えって言ってもね、本当に最低限その向き合う姿勢があればね、どういったところに気をつければいいかっていうのは島民同士で見えてくる部分ってあると思うんだよね。その鳥さんの個体差っていうのもあるから、うん、そんなところですかね。そうですね。またなんか追加があったら動画にしますか。そうですね。なかなかほら飼ってる人もね少ないので、確かに情報交換した方がいいと思うんですよ。確かに。なので大白オウムだけとは限らず、そうだ、他のオウムさんの飼い主さんとも交流を深められたらなと思っております。はい、はい、じゃあこの辺で、はい、はい、この動画が良かったら高評価、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。